大先生からいただきました、全日空インパルス。これ全日空インパルス。そうですね。全日空インパルスの、この、飛んだ後なんで。すげえ、こんなに飛んでんだ。まだ飛んでるな、そうね。これはあなたの初だからお祝いしてくれる飛行機なんじゃないでしょうか。そうですね。やっぱなんか今日、そうですね。予感がしてきました。初カレーの時ね、飛んでくれたんでしょ。ああ、そっかそっか、それと同じだ。そういうことです。いや、もしかしたら初魚の時こうやって、ああ。まあ、私の場合ブルーインパルス飛んでくれたけど、あなたの場合は全日空インパルスが飛んでくれた。全日空が応援してくれてます。わかりました。楽しいです。人いっぱい乗ってくから みんな見てるんだはやりたくないそうなんでね、サッパーを初魚でちょっとこのところは、ね、したくないらしいですけど、ただ釣り始まったら分かりません。全然サッパーも来ないってなればね、一緒にサビキすると思うんですけど、今のところはそのサビキで釣ったサッパーを泳がせるっていう結果だと思います。と同時にね、私は釣りサビキやってみたいと思います。トマトでね、本当に釣れるんでしょうか魚、それを検証したいと思います。トマトをね、持ってきました。このね、ちょっと高級トマトですけどね、ちっちゃいやつ1個、これをね、ちょっとちっちゃくちぎってね、針につけたいと思います。キャストします。仕掛けはね、泳がせの仕掛けです。このパワー親子がついた、それにね、泳がせるのはこのトマトです。あとはね、2人を待ちます。風がとにかく強い。こんにちは、宗蔵部長。はい、こんにちは。いよいよ出直しですね、あなた。そうですね、もう最後にしてる今日。そうですよ、もういい加減にしてって。そういうことです、ね、もう半年ですね。はい、うん、半年何も釣れてない状態でここまでやってきて、はい、まあ、前回は砂浜で K の師匠が全部セッティングしてたものをね、はい、僕がほら釣った、ね、はい、ような感じの取り方、セッティングところがもう竿を手渡しされてるところ、バッチリ黒ひょうが映してましたけど、黒ひょうが映してない、黒ひょうが悪い今日はちゃんと自分でセッティングして、ね、マゴロさんからね、自分で釣ると、そう、もらった魚で得意の泳がせして、はい、ヒラメ、マゴチ、エイあたりをちょっとね、アッパルと、アッパル、はい。部長は私があれですね、あのサッパ釣るのをまだまだ待ってるんですね。はい、もうこう。はい、あ、もうあとは準備できて、準備できてるんで、早くサッパーお前釣れよっていうことですね。はい、はい、すいません、釣ります。わかりました、はい、ちょっと待ってください。あとこの熊五郎のね、トマトの竿先だけ見ててください、あ、わかりました。はい、それじゃあね、あとサビキ、サビキ久々ですね。去年確かね、サビキやる頃の時期はね、バレ釣りチャンネルの、ね、休業時期、半年間ぐらいに休業してたその頃だったんで、サビキはもう2年ぶりになる。
て、お魚を呼び寄せて、そしてそうそう、サッパ来ました。さあ、やっとサッパが釣れましたよ、宗蔵部長。ありがとうございます。これを泳がしてください。待望の、はい、宗蔵部長、これ使ってください。すいません。わ、見て、素手で触るとね、そうそう、弱っちゃいますよ。見てください、皆さん、いいでしょ、このこれ、一匹熊五郎さんがね、はい、釣りましたよ、すかさずさびきしてすぐ来ましたよ。開始2、3分。そうです、2、3分で、はいはい、今やってるわけではないから、まあ行きながらブクいらないし、まあもっと釣れたらブクで元気ですな。はい、マンゴチかヒラメ来るといいね。やっぱそうですね、そこら辺のいいやつ、マンゴチヒラメ釣ってね。花咲ですか、ちょんがけ。よし、ちょんがけ、はい、ちょんがけですね、はい、ありがとうございます、感謝します。じゃあキャストしてください。よし、行くぞ。見てろよ、みんな。緊張した。大丈夫、何や、な、焦る必要はないです。あ、結構ちょい投げね。ね、はい。まあそんなに投げる必要はないと。投げる必要ないから、まあね。わかりました。そう、今こっちに寄ってきてるはずですから、やつらをね。で、もうこれシートベルトをして。ああ、そうだ。そうそう、これベルトだ。そうそう、忘れちゃいけない。そう、これ大事です。そうだ。で、熊五郎さんからいただいたサッパーは。やりました。さあ、サッパがね、どんどん釣れてますよ、今。素晴らしいです。もうこれは武具の必要な。でね、あなた一匹なくなってもまた2匹、3匹とサッパ私釣ってるんで、はい、使いますからね。どんどんあの大きい獲物を、ね、はい、取っていかないとですね。はい、さあ、絶好調ですよ、これ。どんどん釣れてます、サッパが。サビキ絶好調ですよ、もう 1,2,3,4 ストックだけで5。すごい、宗蔵部長、ゴーストックです。ゴーストック、ありがとうございます。大丈夫だな。はい、はい、はい、どうぞ。非常にサビキ絶好調です。本当です。もう熊五郎さん7匹釣ったよ。1分1匹。はい、今投下しました。当たりはあるみたいですけどね。うん。しかもあれ、何も、なんだろう、ホットケーキミックスとかは。ね、ホットケーキミックス巻いてません。ただ何、仕掛けを落とすだけで。落として竿をしゃくる？振るだけ。上下に振るだけでこの釣りは成立します。あー、ベイト泳いでる、すごい。おお。本当だ。来ました。簡単に釣れちゃいます。
森蔵部長もこのこれ初坂にしてはいいんじゃないの。いやーまあいやちょっとねまずそうだね、うん、これちょっと簡単すぎる今日のサビキは。はい、今日のサッパーやったら簡単だ。こういうこともあるんですね。ちょっとこれ溜まりすぎたんで、うん、私熊五郎も泳がせます。トマトとサッパで泳がせます。はい、トマサッパです。見えますか、トマトとサッパです。見えます見えます。トマサッパ泳がせ、すごいすごい新しいね、トマサッパ泳がせっていうのこれから今年の流行ですから。はい、梅蔵部長、サッパを投げてしばらく経ちますけど当たりは20分ぐらい経ったかな。当たりはないです、ね、当たりないんすけど一応ほらサッパの様子も見ましょう。様子もね、何しろほらサッパいっぱい釣りましたから、うん、どんどん交換できますんで、ね、もし死んじゃってたらそうすぐ交換してください。そうせっかく釣ったんでね、うん、全然遠慮しないでビシビシ使ってください。はい、今日サッパこのままだと50匹ぐらい釣れるかもしんねえから。わかりました。あ、ついてないじゃん。あ、ダメだ早くつけなきゃ。あ、違う。何？あ、カニやられたんだ。え、何？カニ。あ、今カニだ。カニかかってたんだ今。そうだ。今カニいましたよ。ああ。今カニ落としたんだ。残骸。口だけ残りましたねサッパの。あ、カニ落としたの。カニ今いたんです。カニ落としたバチャンって。カニで、カニばっかりはいっぱい釣りますね。この間もずくガニだっけ。はい。視聴者さん教えてもらったね。はい、あーやばい。じゃあもしかしたら熊五郎さんでもカニが今日。やってるかもね。うん、はい。まあまだいいか。トマサッパね。トマサッパはまだいいです。俺はもう今日はサッパ釣っただけでいいや。あ、わかりました。はい。まずはあなたがどんどんこのサッパ使ってください。私がこのサッパを使う日じゃないんですよ。そうだ。今日カニ釣れたらカニも持ち帰ろう。はい。そうだそうだ。欲しい人がいるから海のカニはちょっと食べたいよね。うん、でかかった今多分ねバチャンっていったから、うん、でかい。ただ沼のもずくガニあれちょっと俺食べたくないんだけど。食べれるって言ってた人、うん、美味しいですって言ってたけど、まあいやだいぶ綺麗な沼だったらっていうとこだよね。うん、ちょっとあそこはなんか食べる気しないね。、はい、ちょっとね。はい、あ、箱だ。よしよし、ちょっと投げよう。いいですか。はい、はあ、はい、いいですね。はい、じゃあ何、秘密兵器。秘密兵器登場です。今日の日のためにね仕入れておきました。何なのそれ。ムール貝。ムール貝、あら、それも泳がせん。まあサッパと一緒に泳がせるかな。ムールサッパ、トマムールサッパ、それやりたいです。やっていいですか。ほら匂い強烈っすよ。じゃあやります。はい、はい、トマムールサッパ。トマムールサッパです。トマムールサッパの泳がせになります。すごいんだけど。お願いします。贅沢な釣りです。匂いがね強烈ですからね。おいいいいいい、よっしゃ、よかった。トマムールサッパこれでねもうヒラメ来てほしいですね。あ、どうですか2連チャン絶好調。ダブルです、ね、ダブルヒット、すごい。久々サッパ釣り楽しいです。あらあら、こんにちは。あーどうもどうも。あ、今日は我々ここで泳がせ釣りをしておりましたけど、はい、今ねこんなに小魚がインパルス。梅蔵部長、はい、飛行機雲はこんなに交差してます。すごいです。あれですね、素晴らしい青空。インパルスではなくてね、はい、今赤間大先生からいただきました、全日空インパルス。これ全日空インパルス。そうですね、全日空インパルスのこの飛んだ後なんで。すげー、こんなに飛んでんだ。まだ飛んでるな。そうですね、これはあなたの初魚をお祝いしてくれる飛行機なんじゃないでしょうか。そうですね、やっぱなんか今日そうですね、予感がしてきました。ドラグ鳴ってる。これは今鳴ったっすね。やばいやばい、もう早く。あ、もういいか。うんうん、だってもう完全に引っ張っていったもん。合わせ合わせ。あ、やばいやばい、ちょっと。あ、いる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 。いる？あ、ドラグちゃんと閉めてんの？ドラム閉めてないと。あ、どうなの。あ、切られた。え、
いる。あ、嫌った嫌った。どっち？あー、ない。え？見てください。ハリスごと持っていかれた。今のはちょっと大物だよ今。だってドラグ鳴ってたもん。うわー。ラインが出てってたよ。お盛りまで持っていかれた。ああ、全部食われたんじゃん。大物です、これは。かダブルじゃないですか、あなた。あ、もう私の竿で勝手にサビキしたらサッパが釣れちゃった。そうっすね、体のこれ初魚じゃないですか。初魚になっちゃった。サッパを選んだ君、正解だ。レゾブチ、釣り、今日の釣りは終わりだね。はい、うん、まあ結局そのサッパを泳がせた方では来ませんけど、サッパを釣ったっちゃう。そうですね、まあ素直に嬉しいかな。嬉しい。嬉しくなさそうですね。嬉しくない。もっとでかいの欲しかった。まあ嬉しいけど、まあ本微妙かな。嬉しい。いや、まあ嬉しくない。まあ結果的にはサッパーをね、今年初アッパってしまいました。はい。ね、まあダブルサッパーかな。ダブルサッパーです。うん、ダボサッパーアッパったのかな。で、まあこれで。はい、クイズ。初魚クイズは終了です。終了です。で、サッパと書いてくれた視聴者さん。確かいたから、まあ、あと調べて。いたので、はい、調べて、メールのやり取り、ツイッターかインスタか何かで、はい、して、まあ、できれば直接お渡ししたいなと思いますので、はい、その時はすいませんが、来てください。はい、あとやり取りをしましょう。はい、まあ、今日は結局泳がせしたけど、まあ泳がせるサッパだけしか釣れなかったと。まあでも一瞬ね、ドラグナって引っ張っていったから何か大物は一瞬来たんだけど、ね、っっけど、そうですね、僕と熊五郎さん、ね、2人とも1回ずつは来たけどね、うん、まあそれを釣り上げることはできませんでした。ただね、まあやっと釣れたということで、ね、はい、半年ぶりぐらいの魚かな、はい、やったね、はい、はい、おめでとうございます、はい、これからね、はい、もういい時期になってくるので、もっともっと釣って、ね、みんなを驚かせる、はい、ね、そしてでかいのを今年1枚何か、ね、何でもいいから1枚釣りたい、はい、ね、今日はねありがとうございました。素直に嬉しいです。バイ、嬉しいです。バイ。罠にハマってくれましたね、はい、熊五郎さん、はい。どうですか、森蔵部長の初魚、サッパっていうことで。まあ、よかったんじゃないですか。というか、本当に見事に罠にはまってくれましたよね。はい、泳がせで、エイを釣ると、はい。泳がせる餌を釣らないと、やっぱりエイも釣れないということで、まあ、そうですね、最初に釣った魚、サッパになってしまいましたからね。はい、そうですね。見事に罠にはまってくれましたと。はい、また次回みんな会おうぜ。あらよ。